はい、こんにちは。朝のスピーチャーテレビ、12月9日の、月曜日、始めてまいりたいと思います。大変失礼しました。今日はですね、かっこちゃんのですね、映像を放送する予定だったんですが、まあ、ひなっこさんの方のちょっと回線状況がちょっと悪くて、映像がちょっとアップとか、また放送がですね、今朝実験したんですが、ちょっとうまくつながらないところがありまして、今日はちょっと中止させていただくことになりましたんで、ご了承ください。それで代行でですね、私がちょっと放送という形になりましたんで、臨時にちょっと長めではないのですが、放送させていただきたいと思っております。はい。じゃあ、話題ということでね。まあ、まだこれ4日目ぐらいですかね、人気ブログランキングのマークがですね、ここら辺でしょうか。これですよね。ここら辺。あ、もうちょっとこっちかな。これ辺かな。これ辺、これ辺、ここら辺に、下にティディベアちゃんいると思うんですよ。あの、マークがですね。ここにブログランキングっていうのがありましてですね。これを、で、まあ見てる人は1日1回これをポチッと押してもらいたいんですけどね。いいなと思って、あの、番組いいなと思ったらですね。まあ、いつも見てるからいいとは、見てるってことはいいってことだと思うんですけど、まあ、まあ、ね、来たら押してもらいたいんですけど、見てるってことね。で、それを押すとですね、その、ランキングが出るんですね。で、4日間、まあ、3日目 ?4 日目ぐらいで、それで、まあ、トップ10っていうか、うん、まあ、それで、それで今11位まで行っちゃったんですよ。いや、僕もびっくりして、11位まで行っちゃったよみたいなね、感じで、だって、日本にスピリチュアル系ブログって、まあ、500くらいあるんですよ。で、まあ、これブロ、ね、映像だからブログじゃないんじゃないかって言ってるかもしれないけど、そうじゃなくて、映像でもだから、ウェブブログの略だから、つまり、録音してるものでも別にログっていう形になるので、別に映像でも文章でもログなんですね、実は。だから、ああ、これ載せられるわって話で、で、僕載せたんですね。そしたらいきなりランキングガガガガって上がりまして、11位まで行っちゃったんですよ。だから元々はそれだけ見てたってことなんです、本当は。だから。で、皆さんもね、本当にありがたいのに、もう皆さん協力してくれるもんですから、どんどんランキングが上がっちゃって、で、今11位ってことなんですよね。で、しかも計算上ですね、これ週間ランキングだったんで、まだ3、4日しか行わ、まだ集計入ってないんですよ、実は。っていうことは、あと週間分ですから、あと3日間分ぐらい、まだプラスされるんですね。ってことは、まだ相当ランキングが上がる可能性があるんですよ。まあでも相当といっても、まあさすがによくまあ11までは来たなって感じなので、多分行っても8位か7位ぐらいじゃないかなとは思うんですけど、そこまで上がる可能性があるんですよ、実は。だからね、いきなり初登場、1週間で7位登場、8位登場という、すごい快挙な状態になる可能性があるんですね。そういう状態なんですよ。だからね、びっくり。だからそれだけ視聴率高かったっていうことなんですよ。スピーチャーテレビ自体が。私は全然分かってなかったんですけど、そういうメディアだったんですね。自分で言ってどうするみたいなね。で、だから今回ね、これでびっくりして、ところね、あ、こりゃすごいなと。で、本当に皆さんのおかげでね、あ、愛子さん行ってらっしゃいませ。ね、まあそういうことで皆さんのおかげでですね、スピーチャーテレビすごい視聴率であるということが白日のものになってしまったわけですよ。それで、そうするとですね、多分あそこのランキングに乗っていただいたおかげでですね、今までスピーチャーテレビ見てなかった方が、これからドカドカと入ってくる可能性がある。そうすると、この視聴率、もしかしたら2倍、3倍ぐらいもっと上がってくる可能性がある。っていうことがちょっと予想されるんですね。だから非常に皆さんのおかげでね、助かっております。このまあ、つまりスピーチャーテレビがいいものだったってことだったんですけど、いいものがすごく多くの人に伝わるってことはすごくいいことなので、本当にありがたいなと思ってます。ですから、まあ、そのランキングもちょっと上げていただいて、まあ、視聴数も上がってもらって、まあ、寄付も増えるとですね、また番組の質がどんどん上がる可能性がある。そういういい好循環に持っていければなということでね、今日ちょっとさせていただいて、まあ、ちょっと最初のね、そのランキング、ブログランキングの話から入っちゃいましたけどね。はい。ということで、
ねえ、あれですね。あ、これちょっと今日カメラの位置とかちょっと変えたんですよ。そしたらサイマーさん、前までちょっと分かんなかったと思うんですけどね。サイマーさんが上にいるんですよね。サイマーさんもいらっしゃるんですよ。はい。サイマーさんもいます。まあ、いろんなもんありますけどね。うん。まあ、まあ、これもクリスマスバージョンのね、TD ちゃんとかいますけどね。ちょっと、これ、これとか、こういう、ちょっと可愛いやつなんですよ。ね、ちょっとこれ出してありますけどね。はい。よいしょ。あとですね。あ、これ、こういうの、最近こういうのもらいましたね。視聴者の方でいろんなもの送ってくれる方がたまにいらっしゃって、前、野菜とかそういうのも送ってくれた時もあるし、物的なものだと、これ、こういうね、いっぱいコンペイトが入ってますね。TD ちゃん、こういう可愛いのをね、送ってくれました。透明な、このプラスチックというか、この透明のね、ケースなんか入ってる。コンペイトがいっぱい入ってるやつなんですけどね、こういうのも送っていただきました。どうもありがとうございます。まあ、ちょこちょこ食べてますって感じですね。だって食べちゃうとさ、空になっちゃうからさ、デザインがさ、あの、透明ティリーチになっちゃうからさ、ちょっと入れっぱなしまになってますけどね。なんか かわいいんだもん。よいしょ。まあ、そういう感じでございますけどね。はい。ということで始まっております。はい。どうしようかな。だからね。よし。まあ、っていうか、何しようかなって言ったら、いや、臨時で来てさ、どうしたらいいのよっていう感じで、ネタないねって話なんだけどさ。ねえ。あと何かあったかな？ここ週末ぐらい何してたか。おー。そっかそっか。ここ週末はね、あのね、イルカちゃんのクリスマスパーティー出てたわ、これ。いや、まあ、イルカちゃんっていうのは、イルカクジャ君じゃないよ。さかなクンも出そうな、そのうち。まあ、さかなクン出ないんですけど、まあ、イルカくん、イルカちゃんですね。まあ、小田原ご夫妻のね、パーティーが、今回、普通常、あそこは立場に、逗子じゃない、逗子で、葉山か、葉山の方でね、毎回あるんですけど、すみませんね。葉山の方で、ちょっと毎年あるんですよ。でね、今年も葉山かなと思ったんですけど、葉山じゃなくて、今回は、流山でやるっていう書いてあって、流山ですかと。で、流山ね、って言う。流山って千葉県の流山なんですけど、でね、そこ、そしたらなんか流山電鉄とかそういうのを使っていくことができそうなんですよね。で、それで行こうかなと思ったんだけど、でも一番よく見たら、まあ、なんか流山なんとかなとかっていう、つくばエクスプレスの駅が一番近いって分かって、あ、こっから行くのかと思って、まあ、流山電鉄も一回乗ってみたいなと思ったけど、一回も乗ってないですね、一生の間に。みんなもその、流山電鉄だって知らないでしょ、それ。なんか、本当にローカルな、どこ？マハシ？あれは、ちょっとどこか、まあ、すごい、あの、松戸のすごい近い駅なんですけど、そこら辺から出てて、そういう流山電鉄ってあるんですよ。すごいローカルなやつがね。もしかしたら、昔、すすめパイレーツって漫画の中に出てきたかもしれないですけど、まあ出てこないかもしれない。まあ、千葉ネタですね、今ね。はい。で、まあそれでね、クリスマスパーティーやりまして。で、あ、出てくるかな、アイテム。どこ行ったか。いて。写真撮ったから、写真出てくると思いますよ。ちょっと待ってね。イルカちゃんね、写真はね、これだね。撮ってもらったから、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、そうだ、ネタいっぱいあった。今日ね、実はね、そうなの、昨日さ、いきなり目がキラキラしたんだけどさ、あ、目が先にイルカちゃんの話を。それのね、大きい、そのネタ大きいんだよ、実は。大きいっていうかね、僕的にはすごく大きいんだけど、あのね、よいしょ。こんな感じかな。あー、いけるかな？映るかな？はい。
はい、クリスマスパーティーです、こういう感じですね。はい、これで行ってきまして、であともう一個、はい、あ、僕私一緒になってるやつって言ってますね。はい、こんな感じでございます。はい、で実はいっぱい人いたんだけどね、ちょっと待って、ね、映像あるかな、映像行きたいね、映像もあるんだよ、映像ね、よいしょ、はい、イルカちゃんのちょっとだけ映像をポッ、あ、意外と声飛んでますね、映像出てますけど、でも映像は時々止まってますね、やっぱパソコンがスマホが追いつかなくてその時止まってるんですね、映像が。そういう感じの、あ、また動き出した。そういう撮れ方ですね。すいませんね。まあ、ちょっとだけ見れましたけど、はい。ということで、この、すごい子供さんとかね、主婦と子供さんが非常に多かったですね。だから、下にいっぱい子供がわんさかうらわら、うろちょろしてて、入川くん、なんていうか、すごくね、ファミリーな感じで、アットホームで、よかったです。で、マハシってなんで、あ、マハシじゃない、流山ってなんで流山なのかっていうと、その、ご実家が流山にあったんですね。で、そこでやるっていうことでね、で、私もそのご実家の、お父さん、お母さんって、結構仲いいっていうか、知り合いなんですよ。結構昔からのですね、ことやっていただいたりとか、ことのご師匠さんなんですけど、でそれでお会いしましたね。そういうのがありまして、また久しぶりに会ってね、挨拶したんですけどね、すごくありがたかったです、ね、楽しかったです、うん、だからね、ほんとね、イルカちゃんのクリスマスパーティーってね、来年はね、葉山だと思うんだけど、実はこれすごくおすすめパーティーで、なんていうのかな、すごく好きなんですよ、うん、でね、そのクリスマスパーティーでね、そのいきなりやっぱりじゃんけん、これじゃんけん大会とかって始まったんですよ。でね、最初ゴールドなんだっけ、あ、なんか高い、いいものからやったんですけど、最初ゴールドなんかチケット、ゴールドチケットとかなんか言って、なんかこうプレゼントが用意されたんですよ。で、私にそのそれで、それはじゃんけんでさ、最初はグー、じゃんけんポンとかって言って、最後まで勝ち残った人がそのチケットもらえたんですけど、で、ね、まあ、金の時はちょっとやってて、じゃあちょっと、その金で、それは僕違う人が取ったんだけど、少年くんってやっぱ知り合いの子なんだけど、少年くんだけども27ぐらいじゃないかな、わからないか。うん、28ぐらいかな。うん、でも少年くんに見えるんだけど、まあ、そういう感じなんですけど、で、少年くんが取って、で、その銀のカード始まったんですよ。それで最初はグーじゃんけんポンでやった時に、でいや俺目つぶってやろうと思って、目つぶって直感だけで相手のやつ見ないで、それで最初はグーじゃんけんポンでパーって出したら、それでちょっと勝ったんですよ。で勝って、でじゃあ2人目で、それで相当減りますよね。で7人ぐらいとかになって、何か5人か分かんないとかなって、それでもう目つぶってもう一回最初はグーじゃんけんポンってやって、また僕その時直感でパーかなってパー出したんですよ。そしたらわーっていう話になって、私勝っちゃったんですよ。他の人パー、その時はまあ淳さんがね、イルカちゃんの旦那さんの方の淳さんがじゃんけんポンの役やってたんですけど、グーを出してたんですね。で、僕だけパーだったんです。他の人はグーかチョキ出してたんで、僕が勝っちゃったんですね。それで、チケット、プラチナチケットっていうか、あ、じゃない、これ今開けますけど、これね、銀のチケット当たっちゃったんですよ。今日ネタあるね。俺、けどネタないかと思ったらいきなりネタ多いわ。これ探すとあるもんですね。だから今日のね、私、週末だけで波乱万丈な週末を過ごしてるってこと分かりましたよ。だから、だってほら、土曜日ネタがあったじゃないですか。そういうのあって。で、これがあって、うん。で、こうなって、うん。で、銀賞、はい、これでございますね。シルバー。ワンデーワークショップ、新年のビジョンを描こう、ご招待、
フリーカングラチュレーションっていうカードですね。いや、これね、いや、僕も、いや、特殊、やっぱじゃんけんですからね、これもう、かけるなしにこう、行きまして。で、本気出したとき、ほんといけるね。いけるときあるんですよ。前もね、やっちゃったんですけど。まあ、昔ね、実はすごいやっぱり鑑定能力があるね、スピーチャー。うちスピーチャーって、スピーチャー、あ、スピコンにも出たことがあるんですけど、名前、日向さん。日向さんっていうすごい人いるんですよ。うん。でね、まあ、Facebook で繋がってるんですけど、日向さんっていらっしゃって、で、その人の、まあ、出版記念パーティーあって、で、その人の鑑定を受けられるっていう、あ、3名だけ、鑑定を受けられますってのがあったんですよ。で、こりゃちょっと美味しいなと、日向さん相当高いぞと、その鑑定料ね、実は。で、こりゃ美味しいなと、3人か、だってね、ってやって、その時は抽選引きだったんですよ。でね、ちょっとやっぱり、引き寄せかけてみたんですよね、それでね。そしたらやっぱりね、当たりました。本気出すとね、やっぱ行きますね、結構。うん。で、当たったんで、その時何人いたんだろう、会場にやっぱり、出版記念パーティーだから60人、50人、まあ50人ぐらいはいたと思うんですよ。それで、その3人に選ばれまして、ありがたくですね、鑑定していただいたっていう覚悟があるんですけどね。うん、だから、なかなか引き寄せ、なかなか使えるもんですよ、もう。だから、ね、だから、ザ・シークレットとかね、あれとかマスターしちゃうと、ちょっと、世の中変わってきちゃいますよね。だから、もちろん僕のこと知ってると思うんですけど、皆さんね。いや、そろそろ冒険、今いろんな、まあ外国も行ったことあるんだけど、冒険するような、ね、今まで体験したことのないような外国行ってみたいな、って思ってたらね、ちょっと強く思ったんですよ。やっぱ強く思って重要なんですよ。強く思って、それで忘れてるっていうかね、忘れてるんですよ。そしたら、ね、電話かかってきて、小泉さん、実は、ある国のカメラマンの依頼があって、ちょっと来てくれないっていう話があって、どこなんですかって言ったら、いや、アマゾンなんだって。ゲー、アマゾンですかと。で、旅費かかるでしょ、結構って言ったら、いや、カメラマンだから、うちが出すからって。みたいな。そうなんですかみたいな。で、ところ、どういうツアーですかって言ったら、その実は、しかも、アマゾンの奥地に入り込んで、その原住民の人と、こう、一緒に過ごしたり、あと、シャーマンと1ヶ月一緒にいるんだったんですよ。うわこれ来い、絶対このツアーって普通じゃ行けないから、行きたいと思って、まあ、行きたいとか、行っちゃおうって言ったんですけど、すっごい波乱万丈でしたよ、本当にこのね、ツアーはね。まあ、これは昔の、録画に残ってるんでね、詳しいとことは。それをちょっと見ていただければと思うんですけどね。それぐらいね、引き寄せっていうのはすごいんですよ。うん。ね。だからね、うまく使えるようになるとね、そういうふうになるんです。だからこれ今、皆さんにもね、マスターしてもらいたいところもあって、これ言ってるんで、まあ実はスピーチャーテレビでできる人いっぱいいるんですけどね、できるなんて言ってなくて、で、わざと私、しょうがないんで言ってるんですよ。だって、先生側の方なので、こういうふうのでことできるんですよっていうことで、ちょっとお教えする意味でもわざと言っちゃってるんですけど、で普通だったらね、私引き寄せできてますなんて、あんま表に言わないんですよ。みんなで、それで C でやってますから、みんな。ばっかできちゃった人はね、本当はそうなんですけどね。だからザ・シークレットって言って隠されたとかそういう状態が多いんですよ。だけど、まああえてこうできるんだよって出しちゃったのがザ・シークレットって本なわけですよね。どこにあるかな。ちょっとどっか行っちゃったかな。どっかにありましたね、ザ・シークレット。あ、ありました。久しぶりにザ・シークレット出してみましょうか。こちらですね、ザ・シークレット、こちらです。はい、ザ・シークレット。ね、お買いになられた方もいると思うんですが、日本国内においても、ね、確か、80万部ぐらい売れてるはずですね。外国入れると2000万部だぐらいだったかな。そういう話を私聞いてますけど、それぐらい売れた本ですよね、世界でね。で、これ、だからそのベストセラーになって、本当じゃないんじゃないかって思った人もいるかもしれないけど、実はこれできるんですよ。いや、楽勝ですよ、はっきり言って。で、元でかかんないんだもん、だって。思えばいいだけなんだもん。そのコツだけ覚えれば、もうバッチリなんですね。
ただできない人っていうのはやっぱりやってもできないよっていう人があって、それどうしてできないかっていうと宇宙のシンクロ率の問題なんですよ。つまり僕のこれはね、あの主張なんですけど、あの宇宙とのシンクロ率が高い、まあ、つまりトラウマなんていうか、なんか宇宙のね、宇宙との、こう調和が取れてると、自然とだから、こういった思いがね、ちゃんと宇宙にわーってオーダーされて、それが通じるようになってるんですね、実は。まあそれを上げるためにも実はスピーチャーテレビってやってて、見てるうちにだんだんそのシンクロ率が上がっていくようになってるんですよ、実は。いろんな皆さんのね話、僕のだけじゃなくてみんなのいろいろ聞いてると自然と上がっていくようになってるんですよね。そうすると、まあ、つまり意識が上がっていくってことです。つまり意識が上がっていくと、こういうものも軽くできるようになってしまうし、まあ悟りとかまで行ってしまうっていうことなんですよ。まあそういうことなんですけどね、簡単に言うと。だから、悟った猿で孫悟空っていうのが昔ありましたけどね、あれは仏教の偶話ですけどね、三蔵法師さんが、三蔵法師って本当にいたんですけど、その人が中国でね、天竺まで、天竺、まあ、つまり中国、天竺だからインドまでさ、お経を取り行った話なんですけど、それをまあ着色して猿と、まあ、豚の長八戒と孫悟空の猿と長八戒と、あと佐合城、カッパの佐合城がついてって、こうね、仏教の経典を持ち帰るっていうお話なんですけど、そこでいろんな超能力とか出てきますよね。で、その孫悟空がね、悟った猿ですからね。で、孫悟空何できるかっていうと、如意棒って使えるんですよ。如意棒って自分の思いのままに、伸びる棒ですよね。だからこれ、つまりこれは引き寄せの法則のことです。つまり悟ると引き寄せの法則が使えるようになるよってことです。はい。あと分身だとか、これはちょっと僕分身はできてないけど、まあこれはサイボーさんなんかが分身できたっていう話がありますね。はい。であと何ができたっけ？孫悟空のね、超能力ってね。だからそういうのが実はあるんですよ。うん。だからね、まあそれで、まあ今、ゴンちゃんさんとか書いてくれてますけどね、まあスピーティービーの過去のコンテンツ、宝山の山、本当宝の山なんですよ。だから、もう2000本ほどあるんですけどね、それ全部が、もうそういうシンクロ率上げるためのものいっぱい入ってるんですね。で、見てるもらうと、どんどん上がっていっちゃうというふうになってるんですよ。で、まあ、そうですね、ごっちゃさん。あと、モブリスーツも1台欲しいです。楽勝で引き寄せです。引き寄せてね、モブリスーツね。モブリスーツ作ってる人いるよね、なんか、YouTube とか見るとね、かっこいいの。やるなぁとか思うんですけどね。うん、なかなか、ね、日本人もすごい人いますよね。ごんじゃさん、私もどっか行ったことがない星に行ってみたいです。イスカンダル星とか。ああ、なるほどね。それは、ね、行きたいですよね。でもすごく思ってると、そのうち UFO が来てですね、連れてくれるかもしれないですね。だから思いってすごくてね、だからいろんな人の話聞くとね、そうだね。じゃあそうか、今週結構波乱万丈で、昨日はマスターゲートさんのところ行って、あ、マスターゲートさんっていうか、あの、ま、2日連続で行ったんだけど、青戸のそのセンター行かせていただいてね、そこでイルカちゃんイルカくんのやっぱその講演があったんですよ。で、それも聞いてきたんですけどね、すごく良かったんですよね。で、そういう流れあって、何話したかったかな。あ、そう、マスターゲイさんの水泡引き寄せだ。いや、そう、マスターゲイさんが前、大久保講和って言って、日本に来てた時あって、その時行った時あって、その時にね、UFO を引き寄せる話っていうのがあって、いや、UFO 乗ったそうなんですよ。はい。UFO 乗りたくなって、誰か乗りたいって言ったのかな、誰かもう一人いたかもしれないんですけど、ちょっと分かんない。で、それでね、UFO 引き寄せたんですよ。乗りたい、乗りますって。で、引き寄せて、そしたら UFO 来たらしいんですね。で、UFO 来て、乗せてくれたんですよ。でね、そしたらね、ちょっと UFO のね、乗員が不機嫌だったらしいんですよ。で、なぜかというと、いや、もう、急に呼ばれたから来たけどさ、みたいな。まあ、乗ってってくれよっていう感じだったらしいですよ。だから、呼ぶと来ちゃう、すごくね、だから UFO レベルに乗ってる人って、やっぱ意識にすぐ感応するので、呼ぶと来るらしいんですよ、やっぱりちゃんと。でも不機嫌だったし、その時はね。だから、まあそういうふうにね、呼ぶことも可能なんですよ。だから、宇宙人なんかは、だからすぐ思えば来てくれるからね、そう、テレパシーでこう、
反応するというか、そういうところがありますよね。うん、そういう面白い話とかあるんですけどね。うん、でまあそれであって、まあ、いっぱい楽しみましてですね、あの昨日今日も昨日の夜中帰ってきたのかな、夜中ぐらいに帰ってきてね、まあそれでバタンって寝てたんですけど、ね、まあでも寝ようと思ったんですけど、いっぱいその時また仕事出ちゃって、そこでいっぱいちょっとこうチャットでいっぱい来て、でそれやらなくちゃいけなくなって、あらららららっつって、で朝ま5時ぐらいまでそのチャット付き合って、ありゃ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 ってことになって、まあしょうがないなって、これやらなくちゃいけないからってことで、でさっき寝て、でひなこちゃんが自主配信してくれるって言うんで、よかったと思ったら、いや小泉さんピンチってことでね、今日のこのあれなんですよ、できませんということで、ちょっとアップできません、そのかっこちゃんのアップがデータがアップできません、ちょっと放送できませんということになっちゃって、あれ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 あっていう状態で、しょうがなくて私が出てきて今喋ってるっていう状態なんですよね。はい、うん、まあそういう形なんですけど、まあじゃあ次いつもそういうのちょっと取っときネタいきますね。うん、はい、ね、いや昨日さね、待ってこれ、いやあの昨日やっぱり、ね、昨日なんて言いますかね、一生の中で一度しかない体験を私しました。なんとこれ引き寄せたわけではないんだけど、と思うけどね、いやそのキャンドライトのとこ行こうと思ってね、電車乗ったらね、その間違えたんですよ私。赤羽で湘南新宿ラインっていうのがあって、赤羽で降りて、あそれあの青戸に行かなきゃいけなかったから、僕上の方からほら 上の方の JR から降りてくると、大宮通ってでこう赤羽通って、で上野行って、上野ああそれでまあそれでまあ日暮里行って、こうあの青戸っていうコースなんですけど、京成線でね、でその JR が湘南新宿ラインって最近走ってて、あの上から上の方からね、上のまああのつまり前橋とか宇都宮の方からどんどん降りてくるんだけど、でそれ乗っていくと、あのね池袋とか新宿に行くわけですよ実は。で本当はそれでは行っちゃうと、あの遠く行っちゃうから赤羽で降りなきゃいけなかったんですね。そしたら気がついたら赤羽過ぎてて、ありゃーしまったっつって、次どこ泊まるのかったら池袋なんですよ、湘南新宿ラインって。赤羽の次は持ってかれるっつって、しょうがなくて持ってかれちゃって、これですぐ行ってももう、ま、時間間に合わねえやって、イルカちゃんのその講義のスタートに。でしょうがないやつで、でちょうどメガネ屋、池袋のメガネ屋さんにメガネをこう預けてること思い出して、これですけど、でちょっとそれで調整してレンズ入れ替えたんでね、でじゃあ取り行こうって言って、取り行ったんですよ。取り行って、でいろいろそのメガネ屋さんでお話とかして、また入れ直す交渉とかしてやってたんですけど、そしたらそこにですね、なんとですね、なんかあれと思って、そしたらね、いるその池袋の JR のその出た改札口のそのコンコースというか、そこに人がいっぱい歩いてるところなんですけど、イベントやってて、と私はちょっと行ったことなかったんだけど、そういうタイプのイベント行ったことなかったんだけど、ゆるキャラがですね大集合してまして、あっゆるキャラが大集合してるみたいな、信じられないっていうことになって、ちょっとね、それで、しかもね、そこにいたのがね、ぐんまちゃんいたんですよ。で、ぐんまちゃんいて、ぐんまちゃんがいて、なんかリンゴの、なんか青森県のリンゴのやつあるじゃないですか。どういうのかっていうとね、写真撮れたと思うんだけど、ちょっと待って。リンゴの頭のやついるじゃないですか。後ろしか映ってないんだけどさ、ほらほら、これです、これとかですね。あとなんかいたかな、まあ、そういう状態で、あとまあ、よく見た、ぐんまちゃんもいるんですよ。ちっちゃいですけど、こうぐんまちゃんがね、いるんですよ、ぐんまちゃんが。あ、ぐんまちゃんいると思ってね、私ね、もう、
あのね、もうちょっとダメなんですよ。しまった、壺に入ったと思って、うわーうわー、ゆるキャラいるみたいな感じでうわこれは一緒に写真撮れ、なんか並んでて群馬ちゃんと写真撮れますがやってるんですよ。やったーっつってなって、でちゃんと並んでですね群馬ちゃんと撮れることになったんです、写真。これね、すごく美味しい。あのね、これは、まあこれ前、僕の前の人が撮った、ね、こうやって、群馬ちゃんとこうやってみんな仲良く撮ってるんですよね、こうやって。うん。いいでしょ、こういうふうに。で、私もですね、加わって、なんと!これ貴重ですよ。群馬ちゃんとですね、ツーショット撮っちゃったんですよ。いやー、これはね、一生もんの宝になりました。これ、群馬ちゃん一日駅長みたいになってるね、これ。多分、この格好。下がね、ちょっと駅長っぽいですよね。だからね、これね、ちょっと私参りましたよ。で、ちょっとまあ、あとね、宣伝のためにというか、ちょっと後ろ姿こうやって出てますけどね。これ何かっていうと、レリヒさんですね。レリヒさんって、こういうね、ちょっとよく言うんですけど、昔、レリヒ大佐っていうね、人がいて、スキーが上手かったとかって話ですけど、まあ、その方ですよね。で、そのと、まあ、これなんだろう、チューチューが言いますけど、この方、こういうね、ネズミとかのキャラもいてですね、これはちょっと、もう、私、とろけそうみたいなね、状態になりまして、っていうか、私の中では女性性と子供いるんですよ。だから、なんていうのかな、まず、僕、女性性と統合しちゃってるから、つまり、僕の中に男性性と女性性、ちゃんとこうあるんですね。だから、女性性が可愛いっていうのがすごく反応してて、あと、だから、インナーチャイルドも癒しちゃったから、インナーチャイルドが僕の、その魂の人格に統合してしまってるんですよ。だから子供の自分っていうのが同時にいるので、いきなりだから子供の自分が出てきたんですよ。ああもう可愛い、一緒にいたい、写真撮りたいみたいな感じになっちゃって、うわーやったーみたいな状態になってそこにうわーいる方だ、やったやったーみたいな感じで、それもうはしゃいじゃってねで一緒になって撮ってたんですよ、みんなとね。だからね、これはね、ちょっと美味しすぎちゃって、うわ、なんて僕天国なんだろう、今日は、みたいなね、ちょっと、はしゃぎ用でね、すごく遊んじゃいましたよ。楽しんじゃいました。だからね、群馬ちゃんとツーショット撮れるなんてね、俺、夢にも思わなかったもん。だって、いやだ、そのさ、くまモンだとさ、まあ、なんかいそうじゃないですか、最近流行ってるから、どっかにいると。あ、クマモンだと撮れそうかな、みたいな感じなんだけど。群馬ちゃんはちょっとレアキャラで、しかも、あれですよ、池袋で撮れましたからね。いや、群馬まで行かなかったっていうね。こっちに来ていただいてたっていうね。すごいありがたかったですよ、もう。しかも、駅長姿でまたレアな映像、ね、姿じゃないですか。ちょっとこれないっていうね。このレア映像の、その群馬ちゃんとですね、ツーショットですよ、これありえないでしょ。ありえないでしょ、これもうね、こういう幸せな瞬間をですね、私は噛みしめていましただからイルカちゃんイルカの公園行かないでね、電車を一本間違えたっていうか、降りるとこ間違えたおかげで、こういう天狗な状態になったんですよ。ね。そう、ところ、一気にね、失恋の状態からですね、イルカちゃんのその誕生、クリスマスパーティーと、この、やるキャラ大集合に遭遇してですね、もうすごいテンション上がりました。だって全然こう、だから、なんていうのかな、こう、落ちてないんですよっていう感じなんですよね。で、ミカさん今書いてますけど、全ては完璧なんですねって書いてますね。そうです。私がね、この世界を見てる時にね、どう感じるかっていうとね、ああこの世界ってね、パーフェクトワールドだなっていう、そう、まあ
日本語に直すと全ては完璧っていうことなんですけど、全て本当に完璧に動いてるんですね、実は。だからね、なんか不幸なことがあってもね、それはなんか理由があったりとか、その後すごくいいことが来るね、布石なんですよ、実は。だからね、まあ、そういうとこがありまして、まあそれでまあそういうことはあるんですよ。だからね、やっぱりね、いい世の中ってよくできてるんですよ本当に。だからね、だから僕全然ね、お金なんかってもう心配してないんですよ。まあでも、まあ、寄付とか多いければ多いほどいいんだけど、いつか、だ必要な時に必要なものが来るだろうっていうね、感じになってて。あと、僕もね、外国旅行すごい行ってるんですけど、もう大体月、年間1、2回は外国旅行行くケースが多いんですが、まあ取材も半分ありますからね。で、大体ね、結構な確率でね、ご招待のでね、来る可能性って結構あるんですよ。だからね、私出してないよって。だからほら、寄付でほら、スピーチャーティブやってて、全然収入ない、ほとんど収入ないんですよ。だから余剰収入ってないんだけど、余剰収入ないんだけど、寄付額、そういうね、プレゼントと来ちゃうから、海外旅行行けちゃうんですよ。だからね、めっちゃくちゃ僕豊かですよ、はっきり言っちゃった。だから、豊かってのはお金があるっていう豊かさじゃなくて、アバンダンティアっていうかね、まあお金があった方がいいんだけど、その、手持ちの、その、資金はないんだけど、やってることは、その、すごいんですよ。その、来るものがすごすぎちゃって、全然問題ないんですね。その、すごく楽しませてもらってるんですよ、人生を。ね、だから、ね、本当に素晴らしいですよ。だから皆さんもですね、早めにですね、ザ・シークレットをですね、マスターしていただきまして、引き寄せの法則マスターしていただいてですね、楽しんでいただければと思いますけどね。まあ、得意、まあ、引き寄せできる、できない、まあ、得意、不得意とかもあるかもしれないんですけどね。っていうか、なぜこれできるかっていうと、あと、すごく簡単に言いますけどね、皆さん神でございますから、皆さん神、神の子ですし、神ですし、ね。神道でも神ですからね、人間っていうのは実はね、すべて神です。ね、仏教でもね、あなたの中には仏性がありますよと、すべての中に仏性があるんです。まあ、仏の心って書きますけどね。だから、本当に仏のようなものなんですよ、あなたはっていうところがありますね。ですからね、本当に皆さんは、一人一人実はスーパーマンなんですよ。はい。ね。だから、ザ・シークレットなんて、へじゃないっていうか、できますよ、みんなっていうことなんです。で、実はこれが隠れてますよってことなんです、皆さんの中に。で、マスターしちゃえば使えちゃいますよってことで、本当に使えちゃってるわけです、実は。ね。使えるんです。まあ、そういうとこですね。だから、そうなるとこうやって人生が変わってきちゃうんですよ。ねえ、ゴンチャさん、そうだ、そうだ、そうだったんだ、私は神だったんだ、まだ人前では言ったことないけど、ちょっと選んでくださいね。ね、例えば池袋駅前のですね、ちょっといっぱい人が歩いてる交差点の真ん中でですね、そうそう、俺私は神様だったんだーって叫んでみてください。大変なことになりますね。なんか、昔だとね、黄色い救急車っていうのが新しいんですけど、そういう救急車が来てね、いきなり、その、救急車にこう、連れ込まれてですね、職員が、私は神だーって言ってる人をね、連れ込んでですね、その救急車に乗せてね、精神病院に行っちゃうっていうのがあるらしいんですけどね、昔。で、今、本当に黄色い救急車ってあるのかちょっと僕知らないんですけど、昔黄色い救急車って言ってたんですよ。ね、僕は見たことはないんですけどね。まあ、ドクターイエローっていう新幹線のやつありますけど、まあ、ちょっとそれは違いますよね。まあ、ゴンちゃんさん、場所はちょっと考えてくださいね、やる場合ね。ね。ゴンちゃんさん。ガチャガチャカプセルでウルトラマンが出てきてもあまり嬉しくないんだけど、Z が出るとめちゃくちゃ嬉しいみたいなもんでしょうか。クマよりも、クマモンよりもグンマちゃん。そうなんですよ。だって、ウルトラマンいっぱい入ってるじゃないですか、ガチャガチャの中にね。だから、出たことあるよとかね。もう3つ目だよとかね。そういう状態になっちゃうかもしれないじゃないですか。でもね、Z に出るとね、Z ってそんなに入ってないみたいなね。だから Z だったら、うわー、Z だみたいなとこちょっとありますよね。でね、実はね、クマじゃない、失礼しました。グンマちゃんは、ちょっと私の中でいろんな思い入れが強いんですよ、キャラの中で、ゆるキャラの中で。私がね、ゆるキャラ投票するときにどれ入れるかって考えたときに、必ずグンマちゃんはね、入れると思いますよ、俺。
ね、だからね、そういうことなんですよ。だからぐまちゃんすごく好きなんですね。でね、一回ね、ほら春名神社とかツアーやるときあるんですよ、スピーチャーテレビで。結構去年とかやってたんだけど、僕思いとったらいろんなツアーやるんでね、朝昼ほら水曜ランチなんかも思い立ってやってたんだけど、またちょっとバババってやってやんなくなったりとか、まあ、適当にやってんですけどね、水曜ランチ会とかさ。でまたそのうちやるかもしれないんだけど、でそういう感じでいろんなことやってるんですよ、まあ、思い立ったがシリーズでね。でその春名神社結構行ってたんだけど、そこにやっぱ春名神社行くとですね、群馬ちゃんの登りが、春名神社の登りがあるんです。あるんです、春名神社の登りが。それがねすごくね可愛いんです。また群馬ちゃんがでね、その登り欲しいなとかって、ね、すごく思ったりとかね、そういう状態だったんですよ。でね、まあちょっとで欲しいなってすごく気持ちやったらですね、なんかその群馬県の人掛け合ってくれてですね、で春名神社の宮司さんに掛け合ってくれたのかな。それでね、あげますってことになったんですよ。うわーみたいな。でもね、ちょっとそれで連絡し損ねちゃってね、連絡してないって言ったのよ。でももらえるとなったらちょっとほっとしちゃいました、僕。ああ、もらえんだ、ほっとしたって言って、それでもう満足しちゃって、もらえるだけで、そう言われただけで。だから、それで取りに行かなかったっていう、ちょっと問題はあるんですけどね、そういうのはありました。うん、だからもしかしたらまたこと、話しに行くときに、ちょっとアプローチして取りに行くかもしれないんですけど、うん。でもね、ね、ただその時の条件がね、もし手に、群馬ちゃんのね、のぼりが手に入ったら、ここに出しときますっていう条件だったんですよ、これ。ずっと出しますよって。まあ、もうそのうち手に入ったら、ここにね、群馬ちゃんのぼりが現れる可能性はあります。それはちょっとね、ちょっと、藤井五郎ちゃんの家じゃないんですけど、いろんなもんが現れてくるんですけど、そういう感じじゃないですかね。ね。そうそう。まあ、そこであります。まゆさん、ザ・シークレット何年か前に読んだんだけど、うまくできなくて、ザ・キー読みました。今ならできるかも。うん、そうですね。ね、だんだんうまくなりましたね、僕もね。最近ね。で、あと今、なぜザ・シークレットができるっていう話になってるかというと、やっぱみんなの意識がどんどん上がってるので、できる人どんどん増えてるんです、実は。だからね、皆様今できてないとかって言ってるかもしれないね。時間の問題かもしれないですよ。だんだんできるようになるかもしれません。はい。ね。私もできるようになっちゃいましたからね。チュチュさん、T さん、私服すぎますね。喜びの達人。ここまでニタニタしちゃいます。そうそう、ありがとうございます。そうでしょ。だから、本当にね、いや、ぐんまちゃんはもう、かわいいよ、ぐんまちゃん。だ、ちょっとなんか、うつむき加減な、この、なんていうかね、かわいい、ちょっと、シャイな感じの、を感じるキャラだね。でも、だから、ゆるキャラって何なのかなって、僕思ったんですけどね。そこでいろいろ、ちょっと考えましたよ。ゆるキャラって、日本ってこれあるけど、日本ってすごいなと。これ流行ってんだもんねって。で、言っちゃうけどさ、ディズニーなんじゃないけど、これ、僕でさえも撮りたいってなっちゃったんだね。あれ、ゆるキャラランドとか作ったこれ。間違いなくうまくいくと思った俺。ね、くまモンのお家とかさ、ミッキーマウスじゃないけどさ、作ったら、これ、ディズニーランドみたいになっちゃうよみたいな、ちょっと思いましたね。で、日本ってすごいねと思った。だから、心を掴んじゃう？で、ゆるキャラって本当に、でも、なんなの？デザイン的に。まあ、レディスさんとかね、あんまし、レディスさんはデザイン的に、まあ、可愛いんだけどさ、可愛いっていうか、まあ、コミカルだけど、可愛いまでいかないんだけど、だから、可愛い、本当に可愛い系のさ、もう、なんていうかね、このゆるキャラの可愛いこと、ダメ。完全に童心に戻ってましたね、僕。大人なのに騒いでたからね、キャッ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 、うわーいとか言ってたから、もう、全然隠さないんですよ、そういうの、僕。だから隠してもしょうがないしね、そのまま、でもだから、群馬ちゃんもね、すっごく一生懸命ね、こんな感じで、いっぱいね、こう、動いてくれてね。いや、僕ちょっと、ゆぐされてんなと思いました。でも、もしかしたら危ないおじさんと思われたかもしれないけど、ね、この人は大切にしないとちょっとやばいな、みたいな。それはないと思いますけど。いや、っていうか、それぐらいね、やっぱり楽しかったですよ。ね、
いや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 、そしてキャンドルライトさんね、行ってね、イルカちゃんのそのセミナーもう1時間遅れちゃったんだけど、まあそれもすごく楽しくて見てて、あ、いい話すんなと思ってね。で、なんかキャンドルライトさんのそのセンター行ったら、まあ畳の大きな大ひらめあるんですけど、そこにね、大きなね、あれと思って、大きなクリスマスツリーあったんですよ。ああ、大きなクリスマスツリーあったみたいな。おお、あれ、誰これ持ってきたのと、いろいろ思ったんだけど、ちょっと分かんなかったんですけど、聞くの忘れちゃったの。ね、で、俺びっくりして、ああ、センター行くと今、クリスマスツリーで見れるぞ、みたいなね、状態だったんですよ。その、キャンドルライトのね、アウトセンターですよ。だからね、あそこもすごいなと思って、だから、まあ、いろいろ、週外でイベントやってるんですけどね、なんかいろいろ、どんどん人が増えてきてるようでね、すごいですよ。これ確実にまたこう人いっぱい来るようになるなと思いましたね。うん、ね、皆さん頑張ってますよね。うん、あそこは悟りへのすごい早いところですね。キャンドルライト、僕の推薦するね。うん、まゆさん、Tさんも可愛いですよ。ゆるキャラみたい。ありがとうございます。そうなんです。私もゆるキャラみたいなもんですからね。うん、そうそうそう。ありて、ね、生きてる TD ビアですからね。いつでも呼んでください。昨日もハグいっぱいされたな。あんまこれ、ゆるキャラのとこじゃないですけどね、キャンドライト行ってね、まあ、これ T さんだーっつって、でね、思わずで、イルカさんのとこに僕が手顔出したときに、あ、T さんだーっつってね、でみんな言うからね、サプライズゲストの小泉です、あ、TD ですって言って入っていっちゃった。で、そういう感じです。で、会った人がね、ハグとかしてね、それやってましたよ。いっぱいハグしましたね、昨日は。まあ、キャンドライトの人たちってのは、意識上がってる人も結構多いんで、ハグの時間がすごい長いですよね。普通の人だとハグした場合、ちょっとで終わっちゃうんだけど、あとブロックある人もまだいらっしゃるんで、その、ブロックあるなと思う人とは僕ハグしてないんですよ。それは、あれなんですけど、ブロックない人だったら、だいたい20分ぐらいやって、20分ぐらいやったかな。ぐらいやっててもハグしても大丈夫ですね。うん。で、私のハグはやっぱすぐ、ね、ちょっと前言ったことあるんだけど、すごい、まあ、ゼロポイントハグと言われてましてですね、すごくいいんですね。ゼロポイントハグって、いや、俺ね、びっくり、昨日行ってね、いや、小泉さんのハグってゼロポイントハグですよねって言われて、あれ、なんでゼロポイントハグっていうのかなって、ちょっと分かんなかったのね。で、実はね、そのキャンドルライトさんのね、その、会員向けのね、掲示板あってね、そこでね、書き込みするとポイントがたまる制度があって、で、何か引き換えようよみたいな冗談があったんですよ。それで、僕が実はその、エイプリルフール用に作ったんですね、それ遊びで。で、例えば1000点もたまったら、マスターゲートさんの、パリの家にご招待されて、食事もご招待で、ディナーとかね、こうやって、いっぱいジョークで書いたんです、いっぱい。で、その中のジョークの一つで、ゼロポイントって言って、だから、まあ、ただでもいいってことなんですけど、ゼロポイント、ティディさんのハグって書いてたんですよ。そしたら、それを覚えてる人がいて、ティさん、ハグやってて、あ、ティさんのハグってゼロポイントハグですね、って話になって、でもちょっとすごく忘れてたんだけど、あ、ゼロポイント、そう、俺ゼロポイントハグって言ってたんだった。だから誰でもだから、ハグしたいって言ってたらしますよってハグなんですけど、実はね。うん。だから皆さんもね、ハグしたいって言ったら、私が来てる時にね、誰でもハグしますんでね、大丈夫ですよ。うん。それで、そうですね、あ、ちょっと待って、カチャ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 、そうそう。で、ゼロポイントハグって言われて、そこでまたちょっとひらめいちゃったんですよ。ああ、俺ゼロポイントハグかもと思ったんです、そこで。あ、まあ、それちょっと今わかんないです、意味。その0ポイント、まあ、そこでは、最初の意味は 0ポイントとか0ポイントでもハグしてもらえるよっていう、その、やつなんですけど、逆の意味で言うと、0ポイントっていうのは、0のポイントにあるハグっていうことなんですよ。つまり、今ね、よく量子医学だとか、その、ところで、0ポイントエナジーっていう話があるんですよ。つまり、フリーエネルギーのことですね。で、それゼロポイントから生まれるという話があって、その、ちょうどゼロポイント、まあ、日本で言うとね、あれほら、ゼロポイントエナジーってあそこだよね、なんとか、分光峠だっけ、分杭峠、分杭峠とかありますよね、例えば。今何箇所か見つかってるようなんですけど、だからそこのゼロポイントエナジーなんですよ。だから、あれ？もしかして俺ってゼロポイントエナジーかもしれないと思ったんです、そこで。ゼロポイントハグって聞く。TD さんって言って、
あれで、でハグする人がね、小泉さんのハグすごくいいって言うんですよ。気持ちいいっていう話があって、でそれで会って会ったんですよ。だからね、だからまあもしかしたら俺ゼロポイントエナジーのハグかなと思って勝手に思ってですね、そっか、そう、もうちょっとその時ピラッキサッて、あ、ピなんていうか開き見えたんです、パッと。あ、俺のハグってゼロポイントハグだからもしかして気持ちいいのかなとか思ってね、いや、そう思って、ああ、いいこと教えてもらったと思ってね、そういうのも来たんですよね。だからすごく、だからいろいろこう何ていうか、いろいろなこう気づきもあったっていうね。だから結構だから波乱万丈なんだけど、いろいろ楽しんでるっていうね、 TD はね、何やってたか分かんないっていうね、ことですね。本当に。まあそういうことです。そういうことですって、何ですか、わかんないけど、まあそういう感じでちょっと話してますけどね。はい。ゴンちゃんさん、ゆるキャラグランプリみたいに、世界中から悟りを開いた人を集めて、各社ハググランプリ、スピティビが主催するってのはどうですか？そうですね。それいいですよね。あとね、そうね、あんま言っちゃうとあれなんだけど、実は私のハグ気持ちいいって、なぜ気持ちいいかっていうと、やっぱり、まあ、意識ある程度ね、ハグ、印鑑もらっていますからね、ある程度高いところもあります。だからエネルギー状態はまあ比較的いいんですね、みんな普通の人から比べると。実はだからね、癒されるとかっていう、そういう あれが出ちゃう可能性があるんですよ。だからね、ハグ皆さん喜ぶんですね、私のハグ喜ぶ方がいらっしゃるんです。そういうことなんですよ。ノーネームさん、ノーネームで書くのがちょっとあれなんだけど誰かわかんない。 T さんは群馬ちゃんみたいなシャイな女性がタイプですか？あ、まあシャイな女性もタイプなんだけど、でもあまりシャイすぎると、全然こう何か言ってもこう反論がなかったりとかするから、それもまたつまんないなっていうところもあって微妙なんですけどね。まあね、でも人間ってずっとでもシャイでいるわけでもいかないと思うんで、そのだんだん年を取ってくるとね、言い方悪いけど、だんだんね、大胆になっていってしまうんじゃないかな。まあ大胆っていうのは言い方すごく綺麗なんだけど、オバタリアンと言っちゃダメなんだけど、まあそう、最近はちゃんとそこまで言ってない人は多いと思いますけど、ちゃんと女性のまま、あ、そう、可愛い女性のままいらっしゃる方多いですけどね。だからどこまでね、言っちゃうか微妙なところなんですけどね。ね、だでもシャイすぎるっていうのも、まあシャイなのもいいんだけど、シャイすぎるっていうのも問題がありますよね。まあ世の中のものは全部バランスですよね、やっぱりね。まあ、まあでも最近ね、僕のなってくるとね、みんなの中にある美しさ見ちゃうんですよ。みんなね、一人一人美しさ持ってるんで、それに目が行くんですね。だからこの人はこういういいところがある、あの人はこういういいとこあるなとかね、見てっちゃうんですよ。だからね、だんだん嫌いな人っていうのはいなくなっちゃうんですよ。だから、でしかもね、いろいろあったとしてもね、その人の中にと自分の魂、もし自分がその人の境遇だったらどうしようかってこう考えた時に、同じことやっちゃうんじゃないか、まあ、犯罪した時にね、同じことになっちゃうかもしれないよなとかって同情しちゃうところもあるし、ね、同じ、やっぱり同じ生き方してないじゃないですか、皆さんね。で本当に犯罪者の家とかに生まれたりとかして、で親からもう虐待を受けて育てられて、ね、食べるもの食べなかったり与えなかったりとか、そしたらすさんだ性格にどんどんなってきますよね。そしたらもし僕にそこに僕の魂が入ってたとしたら、本当にすさんだ子にならないかって思った時に、もしかしたらなるかもしれないよなと思って。だからその人もね、だから関してもすごく犯罪っていうわけじゃなくて、その状況でそうなっちゃってるんだなっていうところもあるんでね、その人がすごく全部悪いと思わないんですよ。だからやっぱその人の中にやっぱり本当に綺麗なものあるなっていつも思ってるんですよね。ハグ大会を開くときの参考にしたいのですが、他人とハグするときの注意点ってありますか？例えば東京駅ではやめた方がいいとか、男同士はやめた方が良いとか。いや、俺男同士でもやりますし、やるんですけど、そうですね、ハグね、そうね、まあ何人かとやった方がいいんじゃないですかね。例えばフリーハグ、中浦さんとこの前ウェルド公園でやりましたけどね。で
いやでもね、男の人が人気ないですよ。女の人が人気ありましたよ。まあ、そうか、しょうがないんだけどね。まあ子供も、まあ僕も、まあ僕も何回かしてもらいましたけど、しましたけど、ね、まあでもやってくるのは子供が多いですね、最近。子供が、上の声はね、やっぱり動物園近いのか分からないけど、子供多かったです。子供がいっぱいハグしてくれた。で、ハグしましょう、フリーハグとか、ハグしましょうとか書いてあって、分かったのはね、やっぱ子供が、もう子供はすぐ反応したんですけど、まあ、大人ではあまりちょっとピンとこない人も多かったみたいでね、あれだったんですけどね。うん。ね、別に男同士もだって、あれですかね、愛は愛ですからね。うん、T さんもだ、いや、ちょっとそれ置いときますよ、ちょっとそれ置いときます、すいません。うん。ね。まあ、ねえ。まあそういうところはありますけどね。うん。うん。まあそういうところあって。ね。で、あ、ハグ大会の注意なんですけど、まああんまり、あんまりいないとは思うんですけど、一回ね、まあスピーチャルイベントとかでハグ大会やったときあるんですよ。それで、毎回、例えば2回目、3回目ってその定期的に行っているとですね、なんかね、やらしいおじさんが混じってきたときあったんですよ。そうするとね、一気にね、冷めちゃうんですよ。なんかこういう。ハグって愛の行為なので、やらしいおじさん入ってくると、ちょっと違うとこ行っちゃうんですよね。その会が。で、それ困るんでね。で、そうすると女性もほら、ハグできなくなっちゃうじゃないですか。そう、なんか。うん。だからね、ハグで気をつけない、ハグ、フリーハグって言って看板やってても、だったらおじさんがね、ハグしてくださいよって女の子にこう来たとするじゃないですか。その時に、ちゃんとその時に僕もビビってか、僕もそうだし、そこでハグする人も感じるんですけど、この人はどういう気持ちで来てるかって読んで、あ、ごめんなさい、あなたとはちょっとハグできません。ごめんなさい、ちょっとピンとこないんでって言っていいんです、実は。全員にハグしちゃするっていう意味じゃなくて、ピンとこなかったらハグを断ってもいいんですね、実は。だからね、断ることがすごく大切です。だって、ピンとこないと、ただ相手の欲望にですね、使われただけなんですよ。それは違うんじゃないですか。本当は愛を、そこでハグする人と、その場で共有するっていう意味でハグしてるじゃないですか。だから、それをやりたくてやってるのに、愛じゃなくて、なんか愛欲の方をしたいおじさんとか来ちゃうと困っちゃうんですよ。だからそこら辺が、だからハグする前に、あ、すいません、ごめんなさい、ちょっと私は今ちょっとピンとこないんで、ちょっと私はごめんなさいって言っていいんです。うん。別に、フリーハグだし、お金もらってるわけでも何でもないですからね。ね。だからそこら辺はやっぱり、ちょっと切り分けないと。だからハグもね、オープンになってくるとできるようになるんだけど、やっぱりこう、なんていうのかな。やっぱり最初慣れてないと、ハグの仕方、日本人ハグはあんましたことないからね、慣れてないから、ここの胸、おっぱいくっとくっつけるんじゃなくて、ここつけるんですけどね、この胸と胸とくっつけるんですけど、こうね。で、だから、やらしくもなんともないんですよ、別に。胸、まあ、すごく大き胸が大きい人はちょっとぶつかってくるけど、ね、普通の人だったらここが当たるだけなんですよ。すごく大きくなければ胸はぶつかってこないんでね。こう、なんか、マンマミヤみたいなおばあちゃん、おばさんみたいな、その感じだったら胸ぶつかってくんだけど、ね、まあ普通だったらこう、ただ単に胸が触れてる、この胸の上の方が触れてるだけで、それだけ全然、こう、なんていうのかな、やらしいとかないんですよ、別に。うん。ね。まあそういうことなんですけどね。うん。まゆさん。色即是空、空即是色、ゼロ、ゼロ、無限ゼロ。T さんのゼロポイントハグは、無限の愛のエネルギーです。そうなの。だからそう、ゼロポイントってことは無限ってことだから。そうそう、ゼロイコール無限なんですよ。これね、僕ね、ゼロイコール無限だと分かったよ。だって、さ、無量対数だとか、ほら、すごい大きい回数、数の、ね、単位で無量対数とかあるじゃないですか。で、そこに無がついてるのね。うん。で、結局、ウルボロスの蛇っていうさ、こう、尻尾をくわえた蛇のマークってあるじゃないですか。あれと同じで、結局ゼロのポイントっていうのは無限につながっててね、全部
つながってるっていうのが分かったんですよ。でゼロでいると無限がそこに存在するんです、実は同時に、うん、それはねこの宇宙のこうその不思議っていうか構造の中でそういう部分が存在していて、ゼロであると無限とつながってるんです実は、うん、だから例えば瞑想とかねそういうことするじゃないですか、無になる無の境地とか言うじゃないですか、で無の境地でいるとですねすごいエネルギーが入ってこんでくるんですよいっぱい、うん、すごいパワフルなんですね実は、うん、だからねゼロっていうのはそういうのを秘めてるんですよ、うん、っていうことなんですけどね、まあちょっといっぱい喋りましたね、うーん、ということで今日サービスしました、私が今日臨時だったんですけどサービスサービスしましたけど、よいしょ、あ禅の、はい、禅の布団をしてちょっと高さ変えます、はい、でサービスサービスしましたけどね、まあこういう感じで今日はいかがでしょうかね、だからちょっと昨日土曜日いっぱい全員引きということでカード引いちゃったんで今日はちょっとやめときますけど、ね、まあ、ティディの、まあ、聖なる言葉ということでねちょっと今日も放送いたしました、こうやって朝放送しちゃうとな今日 今週のああでもね金刑塾またやりたいですね、金刑塾休みになっちゃうとか休みになっちゃうことはネタで消えて金刑塾休みになっちゃうってことはないと思うんですけど、まあそういうことでねやると思いますんでね、まあまあやると思うけどね、うん、また見ていただければと思います、はい、ということで今日は、ゼロポイントハグは無限の愛のエネルギーということで今日は、終わりにしたいと思います、今日もね見ていただきましてありがとうございます。カードの方はちょっと申し訳ないんですけど、走らせていただきます。もしカード引きたい方はじゃあ、ね、ちょっとびっくりしちゃうとこだけどここでも出しちゃう、渡しちゃおうかな。ちょっと待ってね。そしたらね、これね、これきつい、中級者よりきついけどね、行く？お正禅タロットっていうね、ただで弾けるとこあるんですよ。これね、これですよ、正禅タロット。これね、ただ弾きますから。今日、ただね、皆さん自分で弾いてください。ちょっと見れない人いるかもしれない。ごめんなさいね。うん。アプリによってはちょっと見れない人もいるかもしれない。アプリとか、iPhone とかそういうので見てる人って見れない人いるかもしれないし、ちょっとわかんないですけど、パソコンね。うん。まあ、これで弾いていただいて、これね、ただね、お正禅タロットは中上級者向けなんで、ネガティブなやつもちゃんと騎士出るので、びっくりしないでね。ちょっと怖いカード多いからね。自分のね、今の問題点、ぎっちり出ちゃう場合もあるんでね、気をつけてくださいね。はい。これ本当にタダで全部できるようになってるんで、これお得ですよ。本当はデッキはね、こういう、お正禅タロットのこういうデッキなんです。これいただいたものなんですけど、ね、視聴者の方からありがとうございます。新品もらいまして、で実は10年前に買ってあったんだけど、ボロボロになっちゃってたんですけど、やっぱ新品来まして、すごく助かりました。で、これね、こうあるんですけど、これまあスピーチャーティームからも買えますけどね、上の方のこのね番組でのカードってところで買えますけど、そこで買っていただいてもあります。これねすごくカラフルで綺麗です。基本的には非常に綺麗なカードなんですけど、問題点はですね、問題点じゃないんだけど、綺麗なカード、すごく綺麗なカードとその人の心の内面を映すちょっと見るの怖いカードが若干入ってます。こうね、アイソレーションってもう心がもう氷に閉ざされているような状態ですね。泣いてますね人がとかね、こうこれね、ラジネスかな、これなるかな、タイダですね、タイダ的な状態、もうね私はやり尽くしたみたいなね、タイダな状態で、こういうカードとかねありまして、あとね、まあ、これ綺麗なんですね。女性のこう、周期を表すカードですね。で、まあ、こう、豊穣とかね、こう、今、身がなってますよっていうカードって。だから、これね、一通りいいカードあります。でね、それはそれでいいんですけどね、こう、フレンドネスとかね、こういう、ね、仲いいってことですよね。で、あと、こう、
だんだん自分の成長の過程を表すんですけど、こうラクダからライオンになってパンと人になこう笛を吹いて少年になるっていう、この人の意識の、ね、上昇の過程を表したカードですね。こういうのとかありますね。だから非常にね、心の内容をね表してるカードが多いんですね。ただね、この中やっぱり怖いのがあって、あ、和尚全太郎だから和尚もいますね。和尚さんも言いますけどね、この人がもともとのね公安の流れの人なんですけど、まあ、シェアリングとこういうカードもありますね。はい、豊かさを感じますよね、うん、でそれがやっぱその人の成長のためにあるようなところがあって、でまあ引いていただくといろいろ出ますので、まあちょっとびっくりしない、まあちょっと全部僕もねこれ昔10年ぐらいからやってたんだけど、やっぱりすごい自分の内面をぐさってくるカードくるんですよ。ああしまったこんな感じ出ちゃったみたいな、今自分は仮面の状態に仮面をかぶっているとかね、でうわそのものズバリじゃんとかってカード出るんで、だからちょっとねこうそういう自分を見つめるために使ってください。あんま引いてるとネガティブになるかもしれないまだあんまジョーカーが進んでないと結構いっぱい出ますよまあ僕も引いてたまに出るときあるんですけどね、まあそういうことで使っていただければと思います。はい、なかなか支障になるんですこれ。まあこれタダで引けますからね、とりあえずね。まあでも気に入ったらこういった 製品版をですね、ぜひスピチャーテレビのところね、番組でのカードで、お買い上げいただくと助かります。 3% スピーチャーテレビに寄付が入りますんでね、よろしくお願いいたしますね。はい、ドチュースさんありがとうございます。ただ引き、ただ引き楽しませていただきます。素晴らしい1週間スタートに感謝ということで、ね、どうもありがとうございました。シャッサさんありがとうございます。ジュンさんありがとうございました。面白かったということでね、はい、ありがとうございます。いやね、ありがとうございます。臨時番組とはいえ手を抜けなかったので、まあちょっと頑張りました。はいね、でも僕も自分でやっ てすごく楽しかったんでね、またと思ってますけどね。はい、ということでまた行きますかね。はい、またお会いできればと思います。あ、今日サイマーさん上に出てるな。じゃあこういう感じでいこうな。OJJ サイマーこれで、ね、あのサイマーさんのとこ行くとね、あのイベントでこうみんな一個言うんですよ。オーム JJ サイマーって言うんですよあのこれ挨拶なんですけど、僕もサイマーさんにお会いした時にオーム JJ サイマーって言って言ってましたから、はい、そういうのありますね。だから今日はね、オーム JJ サイマーでさよならします。オーム JJ サイマー、さよなら、またお会いしましょう。